乱れは心の乱れ。じゃあお疲れ様、気をつけて帰れよ。お疲れ様でした。あ、先生、先生、これ忘れ物です。忘れ物帰れよ。はい。先生、本当忘れ物多いよな。本当ですよ。ああ、先輩、お腹空きました。お、おごるわ。マジっすか？何がいい？たこ焼きで。お好み焼きは？岸本、また残って練習していくの？うん、新しい海にも早く慣れときたいし。あんま無理すんなよ。最後の大会だもん。絶対後悔したくないから。じゃあまた明日。お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様。岸本先輩、一緒に行きましょうね。ただいまより女子団体決勝戦を行います。起立。はじめ。俺なんか
予選敗退だもんな。立派だよ岸本は。ごめん、私部長なのに。そんなの関係ないだろ。インターハイはダメだったけど頑張ったって。今の結果をもちまして、男子個人優勝は私立愛宮高校2年三上陽太君。準優勝なんで練習サボってたやつが優勝なんだよ。大志康平君です。以上で全競技が終了しました。なおこのあと16時から閉会式を行います。3位までに入賞した選手は20分後に再集合してください。さすが強豪校は違うね。まあ個人戦は負けちゃったけど、来年は絶対三上。あ、ごめん、携帯忘れたみたい。先行ってて。わかりました。じゃあ先行っときますね、うん、ありがとう。先輩。あ、三上君。先輩が探してるものってこれですか。あ、うん、あ、ありがとう。この怪我鶴で払ったやつですよね。先輩ってどうして弓道に対してそんなに必死なんですか。よかったら教えてくださいよ、弓道の魅力。そんなの入賞した三上くんに教えられるわけないじゃん。そっか、岸本は秋の大会まで続けると思ってたんだけどな。すいません、そろそろ受験のこともあるんで。うん、部室の荷物も片付けておきます。じゃあ次の部長は三上か。これでうちも強豪校入りだな。なあ！あ、すいません、失礼しました。はい。先輩。なんか珍しいね、三上くんが練習してるなんて。あ、じゃあ頑張って。
先輩、春の大会の後無理して弓の強さを14キロに上げましたよね。腕力ないのにいきなりそんなことしたから負けたんですよ。毎日一人で練習してどんどん射形が崩れていって。どうしてそんなこと知ってるの？先輩バカなんですか？誰かに見てもらえば済むことなのに。かっこ悪い自分を見られたくないからですか？そんな独りよがりで秋の大会前に引退するって無責任ですよ。どうしてそんな風に言われなきゃいけないの？私の気持ちなんてわからないくせに。わかりませんよ。でもそんなのどうでもいいんで。こんな簡単に終わって悔しくないんですか？肩はそれ以上上げないで。そんなにじっと見られたら。俺はずっと見てましたよ、先輩のこと。この人エロいなって。冗談ですよ。三上君、冗談とか言うんだ。先輩そのまま。え？力まないで、力抜いたまま自然に。お見事でした。もう一回行きましょう。推薦決まってて。バカ、南大の推薦入試ってな、7倍あるんだよな。うっせ。は？理科はどうすんの？わかんない。わかんないのか。お疲れ様です。お疲れ様です。あれ、三上はまたサボり？あ、部室にいますよ。秋の大会のエントリーについて先生と話があるとかって。なんだよあいつ、部長になった途端真面目か。てか岸本先輩こそ部活来てくださいよ。え、なんで？私引退したんだし。でも先輩のこと秋の大会にエントリーするって。え、誰が？三上が言ってましたよな。はい。三上くんが。え、どういうこと？三上くん、三上くん、先輩どうしたんですか？あ、いや、あの、もしかして三上くん、勝手に私のこと秋の大会にエントリーしたの？先生にはちゃんと伝えておきましたよ。
先輩は秋の大会まで引退しないって。なんでそんな。なんか問題ありました？だって私受験だし。それただの言い訳ですよね。逃げて後悔することになっていいんですか？やりたいんですよね、弓道。なんで勝手にそんな。そんな何ですか？三上君と私は違うんだから。もう私を振り回さないでよ。全然振り回すってなんかないじゃないですか。必死になって先輩のこと引き止めようとしてるのに、俺の方がずっと先輩に振り回されてんだよ。別れよ、鈍感。好きだからだよ。先輩お願い、俺と一緒に大会出てください。でも私。いいって言ってくれないと俺このまま何するか分かりませんよ。ちょ、やめてよ三上くん。どっち？よかった。じゃあ俺先帰るんで、部活のみんなには適当に言っといてください。なんなの。いやマジであったの、あったの。いないから。いたから、いた。岸本いるよな。岸本、岸本、お前話聞いてる？ごめん。何？いいよもう。あ、ねえ、そういえば昨日どうだったの？え、昨日？え、何が？なんか秋の大会がどうこうって。あ、それはだから。お前もしかして部活続けるつもり？やっぱおかしいかな。ああ、俺たち受験生だぞ、分かってる。推薦入試だって頑張らないとヤバいんだからな。分かってるけど。じゃあなんで部活続けるんだよ。聞いてよ、今月テストの結果悪すぎ。
先輩、おはようございます。おはよう。もしかして待ちました？ううん、今来たとこ。よかった。先輩、ストップ。何？背筋が開いて張り詰めた時の先輩の背中、これが一番好きなんです。的に集中してください。呼吸を整えて。離れ。よかった。腕も払ってね。ね。やっぱり一人じゃない方がいいでしょ。そうだね。ありがとう。朝練なんかありえないだろ。受験前なんだから。結局さ、岸本のことなんか全然考えてないんだよ、三上は。そんなことないと思うけど。そっかそっか。なるほどね。何？三上くんのこと好きになっちゃった？え？違う、そういうんじゃないでしょ。全然違うでしょ。違うでしょ。おい、何？おいおい、無視すんなって。あ、オッケー、その辺その辺。それ終わったら次隣で。ほら、はい、ちゃんとストレッチしろよ。すみません。それ終わったら次隣で。マジで？オッケーオッケー。一回やって。これ肩甲骨で。これが理想だ。これが理想ね。もうちょいキープして。もしもし。あ、ユキは何してた？分かった。じゃあ今から行くよ。すいません、急用ができたんで今日は帰ります。え、電話誰だったの？には関係ありませんから。おい、三上、どこ行くんだよ。ちょっと。おい、岸本先輩、いいですよ、あんなやつほっといて。ほら、切り替えて結構やるよ。はい、はい、はい。おい、三上、今日勝ったら打ち上げだからな。あ、打ち上げはいいんだけどさ、遠藤、肩抜け気味な癖あるから気をつけて。どの辺が？だから打ち起こして第三取るとき抜けてるから。いやもう遠藤先輩、丸山先生が呼んでます。ああ分かった、うん、じゃあ後で。あ、先輩、ごめん、私巻き笑い行ってくるから。先輩、今朝から俺のこと避けてますよね。なんか怒ってるんですか？なんで？怒ってるわけないじゃん。いくら避けても今日は俺ずっと先輩のこと見てますから。何言ってるの？だって先輩のエロい背中ちゃんと見たいですから。言いましたよね、先輩の背中を見るのが好きだって。引退引き止めたかいありました。何それ、そんなことがキスしてまで好きって。
って言った理由。おかしいよそんなの。だったら全部嘘じゃん。なんで先輩に俺の気持ちまで否定されなきゃいけないんですか。始め。おお、すげえな。三上陽太2年生、今年のインターハイの3位だね。桑原どう？声かけとく？ダメだよ。え？弓道への愛情がない。ちゃんと弓道に向き合おうとしない人間にまとまりに立つ資格なんてないよ。先輩、何してるんですか。そろそろ順番ですよ。また腕払ったんですか。いい加減にしてくださいよ。返事くらいしたらどうですか。なんでそんな言い方するの。勝手にエントリーして無理だよ。ただでさえ自信ないのに。ごめんなさい。俺が先輩のそういう脆くて優しいところにつけ込んでるんです。だけどどうしても今日一緒に結果を出したいんです。先輩の最後の大会だし、これまで先輩が誰よりも頑張ってきた姿ずっと見てきたから。勝手なのは分かってます。でも俺がちゃんと見てますから。絶対に先輩を一人にしたりしませんから。大丈夫、俺のこと信じて。起立。はじめ。大丈夫。
本杏3年生。まあ悪くないけどいまいちビビッとこないな。そう？俺は結構好きだけどね。岸本さん。三上くん。ごめんね、三上くんじゃなくて。いえ。あ、俺南大の桑原って言います。団体戦3位入賞おめでとう。岸本さんの写すっごい良かった。ありがとうございます。なんかね、弓道が好きなんだってことがちゃんと伝わってきた。これからもっと伸びると思うから頑張って。はい。じゃあまた。お疲れ様です。ねえ遠藤君、三上君どこ行ったか知ってる？あいつ本当自分勝手。え？彼女なのか知らないですけど、ユキって子に呼び出されるとすぐバックれるんですよね。ごめん、私も休養。ちょっと先輩、打ち上げは？今日の大会も優勝したよ。ユキがくれた弓もだいぶ馴染んできたから全然問題なかったし、これでちょっとはユキに近づいたかな。とりあえず昔よりは上手くなってきてるから。それでさ、成績は最後が強者になって16社会中。今日は俺すごい必死だったから。後半プレッシャーがすごかったんだけど。どうした？いや、そこに。先輩？いや、あの、これはそのその。なんで先輩がいるんですか？あ、違う、つまりあの、その。あ、もしかして前にヨウタが話してたものすごく一生懸命な先輩？え？あ、僕ヨウタの幼馴染で雪直行って言います。あ、岸本杏です。え？直行くん？はい。雪って？はい、僕です。ゆきくん。先輩、もう遅くなるんで送っていきます。え？ほら早く行きますよ。ヨウタ、ちょっと、あ、失礼しました。すいません、ちょっと。三上くん、待って。三上くん。何ですか？私、三上くんに言わなきゃいけないことがあって。じゃあさっさと言ってください。
ありがとう。私大会に出場できて本当によかった。これで思い残すことなく引退できる。ありがとう。それを言うために病院まで来たんですか？そういうわけじゃないんだけど。三上君、ユキって人に呼ばれたらすぐにどっか行っちゃうでしょ。ずっと女の人だと思ってたの、ユキさんって。だからすごく気になって嫉妬してた。嫉妬？するでしょ、その女の人が三上君のそばにいたら。どうして？三上君のことが好きだからだよ。先輩、俺のことが好きなんですか？好き。ありがとうございます。嬉しいです。先輩、その好きって彼女になりたい好きですか？三上君はずっと私のこと見ててくれて、たくさん助けてくれて、だから私は三上君の、俺の何ですか？彼女になりたい。先輩どうしよう。返したくない。安心してください、今日は誰も帰ってこないんで。そうなんだ。え？どうぞ。ありがとう。あ、これって三上君のご両親？へえ、仲のいいご家族って感じだね。それ一緒に写ってるのはおじさん夫婦です。あ、ごめん、勘違いしちゃった。俺の両親、5歳の時に仕事でドイツに行っちゃったんで、それからずっとここでおじさんたちと暮らしてるんです。そっか。俺のことなんかどうでもいいと思ってる親なんで。
ユキのこと先輩に言わなかったのは、先輩がユキを好きになったら嫌だからです。もうすぐ先輩は卒業しちゃうのに、他のやつに邪魔されたくない。他の人なんて好きにならないよ。不安です。先輩はあんまり人のこと疑わないから。誰もいないって言ってるのに、俺みたいなやつの家に来ちゃダメだよ。すみません。電話出てください。ごめんね、送ってもらっちゃって。ありがとう。もうここで大丈夫だから。じゃあ。じゃあ。してください。え、キス。え、今ここで。先輩が俺のこと好きっていう証明が欲しいんです。お願いします。無理無理無理。やっぱまだ無理。またね。おやすみ。弓道着ってこんなんだ。あ、あの人 やばいね、超イケメンじゃん。あいつは2年の桑原、今年の新人戦を総なめにしたうちのホープ。あ、彼女とかいるんですかね。彼女、いや今いないんじゃないかな。あ、そうなんだ。とろける笑顔。せっかくだから君たちも弓引いてく。いいんですか。いいんですか。あ、やります。行こう行こう。頑張って。構えはね、構えはしゃれるよ。岸本さん。はい。前にさ、俺のことを三上君と間違えたよね。もうちょい。俺って似てる。あの、いや、そういうことじゃ。三上くんすごいもんね。ああ、
やっぱり弓道がうまいとこに惹かれたのかな。彼女なんだよね。で、まともね。あ、はい。あ、岸本さんのシャワー見てあげようか。いいんですか。うん、じゃあ巻き殻引きに行こうか。はい、お願いします。桑原さん、うん、オープンキャンパスの時にね、いろいろ話聞かせてくれたんだけど、もう理科がイケメンだイケメンだって騒いじゃって面白かった。どう、弓道もすっごい上手なんだけど、いろいろすごく丁寧に教えてくれて。その話聞かなきゃダメですか。なあ岸本、面接の対策ってやってる？おい岸本。ん？お前さ、今日ずっとぼんやりしてない？入試まで時間ないんだよ、ちゃんとしろよ。ごめんなさい。まあまあまあ、それが恋ってもんでしょうが。は？自分がダメになるような恋してどうすんだよ。岸本先輩、ちょ、やばいっす、三上が。早く、はい、はい。あ、ちょっと待ってください。まずまず。ごめんね、急に呼び出して。言った告白じゃん。超可愛いし、村上さん2年の中で神セブンですから。なんか緊張するな。さっさと話せば。あ、うん。なんだよあの言い方。ですね。アンにもあんな感じ？私三上くんと友達になりたくて、よかったらメアド交換してくれない？別にいいけど。俺メールもらっても返信しないよ。え？なんでだよ、村上さんのメールだぞ、普通そこ返信するだろ。え？なんでよ、返信くらいしてよ。好きな人がいるんだ。その人のこと以外考えられないから。もう帰ってよ。先輩、どうしたんですか？ん？ちょっと寄ってみただけ。あ、三上君は今から練習？頑張ってね。はい。あ、ね、三上君。ほら、前に言ってたでしょ、キスしてほしいって。だからごめん、それだけ。じゃあ行くね。ムカつく。え？俺はどんどん弱くなっていくのに、先輩はキラキラしてね。え、もっとちゃんと俺のものになってよ。もっと俺のことだけを好きになってよ。なってるよ。先輩のこと全部俺のものにしたい。知ってもいいですか？
なんで抵抗しないんですか。こんな勝手なことされて、怖いなら怖いって言ってくださいよ。好きだからちゃんと大丈夫だよ。ゆきくんから？間違い電話です。練習見ててください。先輩の推薦入試って今度の俺たちの大会と同じ日ですよね。うん、再来週。じゃあ俺、先輩の試験が終わるまでもう会わないことにしますね。え、なんで？先輩の大切な時期に邪魔したくないし、俺も部長として頑張らなきゃいけないんで。その代わりこれ。え？ああ、ありがとう。一緒に頑張りましょうね。ちゃんと続いてるんだ。びっくりだね、陽太がまともに誰かと付き合える人間になるなんて。なんてね。ちゃんと親のことも話したし。そっか、本当に好きなんだ。うん。で、ドイツの方は最近連絡取ってるの？高校卒業したらどうするって話は？陽太。父さん、久しぶりだな。しばらく休みが取れたから顔見に来たんだよ。お前電話にも出ないし、ゆっくり話さないといけないと思って。今さら何話すんだよ。お前がぐずぐず悩んでる将来のことだよ。いつまでも一人でこっちにいたってしょうがないだろ。一緒に暮らそう。行かないよ、ドイツなんか。大学なら多分弓道で推薦になってもらえるし。弓道ってお前。弓道なんか直之君の代わりにやってるだけだろ。どうするんだ、直之君が死んだら。勝手に殺すなよ。ユキは死なないよ。無理だろ、あの子はそういう病気なんだから。いきなり帰ってきて何なんだよ、勝手なことばかり。今まで俺がどれだけあんたに振り回されてきたか。
何でもかんでも自分の思い通りにしようとするなよ。それの何が悪い？あ、お前だってそういう人間だろ。そんなわけ。とっくりじゃないか。お前は俺と。おい、陽太、どこ行くんだ？ダメだ、集中しなきゃ。あ、メール来てたよ。では岸本さん、最後に高校生活を経てこれから生かしていきたいと思っていることがあれば教えてください。はい、私は弓道部での活動を通してチームメイトがいてくれることの大切さを学びました。弓道は個人技ですが、競技中に至近距離で仲間の姿を見守ることができるのは大きな魅力の一つだと思います。前に立つ仲間を見ることで励み励まされ、後ろにいる仲間に見られていることで緊張感が持てます。大学に入ってもそういう気持ちを忘れずに後輩につないでいけるような先輩になりたいです。はい、ありがとうございます。では小沢君。はい。もしもし、遠藤です。岸本先輩、試験中にすいません。あの、三上が大会に来てなくて今日行けなくなったってメールだけ送ってきて。先輩、何か知ってたら連絡もらえますか？あんちゃん、どうしたの？分かりました。じゃあまた。陽太、家にもいないみたい。
三上くん。先輩？何してたの？こんなとこで。みんな心配してるよ。すいません。今父親が日本に帰ってきてて、ちょっとごたついてるんです。大丈夫？大丈夫ですよ。ねえ三上くん、この公園って三上くんにとって特別な場所なの？どうしてですか？前にここで三上くんが泣いてるとこ子供の頃の思い出の場所だったりするの？何ですか探偵みたいに。そんなんじゃないです。違いますよ。何でも話してよ。どんなことでも。私三上くんが辛い時には助けに行くから。どこだってきっと私三上くんに会いたかったんだから。それどうしたの？ああ何これ、弓で。何でもありません。でも先輩、一つお願い聞いてもらえますか？何？先輩がいつも何を考えて弓を引いてるのか知りたいんです。え？お願いします。まずは足踏みを確認して気持ちを集中させながら塔作りをする。矢を挟んで鶴と弓の間に視線を落とす。呼吸が落ち着いたら目は自然に的を向いて、打ち起こしから引き分けにかけては緊張をほぐすように背筋を開いて針を集める。離れ。最後は少しだけ寂しくなる。ありがとうございます。これで少しだけ先輩が俺のものになりました。三上くん、私は三上くんのことが大好きだよ。
これで俺もう一人で大丈夫です。え？俺は今までずっと強引な気持ちで無理やり先輩を誘導してきました。だから先輩は言われるまま俺と付き合うことになって、でも本当は俺のことなんか好きじゃないんです。え？岸本先輩さようなら。もうここで別れましょう。別れるってなんで？今までありがとうございました。安藤先輩、いや、リカさんのこと好きです。付き合ってください。やだ。先輩。三上くん。愛の宮高校出身、五十嵐勝美です。インターハイは予選敗退しましたが、その悔しさをバネに大学では成績を出せるよう精進します。よろしくお願いします。愛の宮高校弓道部出身の岸本杏です。私は弓道が心の底から大好きです。よろしくお願いします。力んでますか？力抜いたらもっといい弓道できる。でも放つ時とか力抜くんですか？この後ってどうするの？手伝いましょうか？そうだな、まだ人数も何も決まってないしな。俺1年生の人数数えます。じゃあ頼むわ。はい、大体10人ぐらいいるんで。女子は岸本さん。あ、お疲れ様です。はい。岸本さんにプレゼント。先月の関東大会の映像を見つけたんだよね。うん、結構よく撮れてるよね。これって私の？ドン引きしちゃうよね。まるっきり岸本さんとしては真似してんだもんな。どうして？何の用ですか？どうして？どうしてそんな怪我までして私の車を真似するの？私のことが嫌になったから別れたんでしょう。なのになんで？勘違いしないでください。
今はこれが俺の社です。先輩には関係ない。邪魔しないでもらえますか。迷惑ですから。知りたいの。三上君が何考えてるか。岸本さん、もう行こっか。三上くん。ならいいんだよね、これで。何なんだよお前。先輩に謝れ。謝れよ。謝れ。重すぎるんだよ三上君は。今までちゃんと愛されてこなかっただろ。俺のことなんかどうでもいい。先輩を傷つけたことを謝れ。関係ないんでしょ。関係ないのに、なんでそんなこと言うの。そうですよね。すいません。追わないんだ。岸本さんのこと傷つけてんのは俺じゃないよ。君の歪んだ愛情だよ。好きな人の下で試合するってものすごい愛の告白じゃん。あいつはね、ずっと大切なものを作らないようにしてきたから。そうしてるうちにきっと自分の好きが分からなくなったんだと思う。だからようやく本当に好きなものが見つかったのに、伝え方がわからないんだよ。先輩。
ないんですか？俺、生まれて初めて必死に練習しました。今日、その結果がたった4本の矢で出ます。正直、すごく怖いです。握ってもらえませんか？先輩、お願いします。私はいつも試合前に自分に聞かせてた。最初に一礼したら全部大丈夫。不安やためらいも全部消えるって。ありがとう。行ってきます。続きまして、男子個人決勝戦を行います。なお、男子個人決勝戦につきましては、私立愛の宮高校三上陽太くんと、都立安美高校白石光平くんが道中のため、強者を行います。陽太はあんちゃんの車でインターハイに行こうとしてるんだと思う。あんちゃんの車で一緒に戦ってるんだよ。一緒に。起立。はじめ。一礼したら全部大丈夫。不安もためらいも全部消える。一人じゃない。一緒に。
ってる。足踏みを確認して気持ちを集中させながら胴作りをする。矢を挟んで、すると弓の間に視線を落とす。呼吸が落ち着いたら、目は自然に的を向いて、打ち起こしから引き分けにかけては緊張をほぐすように背筋を開いて針を集める。離れ。ただいまの結果をもちまして、男子個人優勝は私立愛宮高校3年三上陽太君、準優勝は都立安美高校3年。先輩。三上君、優勝おめでとう。でもバカだよ、怪我してまで私の車にこだわるなんて。もし先輩がいなかったら俺はここにいない。俺、最初は弓道なんて全然興味なくて、ユキの代わりに始めただけなんです。でも先輩が練習しているのを見てたら羨ましくて、すごく不器用なのに誰よりも練習してまっすぐでひたむきで、好きなものにまっすぐ向かっていける先輩に嫉妬して憧れたんです。そしたらいつの間にかそれが俺の好きになってた。
だから先輩の社で優勝したかったんです。でもこれ以上一緒にいたらもっと先輩のことを思い通りにしたくなる。教えて。三上君が本当に欲しいもの。全部ですよ。先輩の心も体も全部。生きてる時間の全部。そんなの無理ですよね。そんなのとっくに全部三上君のものだよ。私、三上君とずっと一緒にいたい。離れたくない。三上君のことが好きだから。俺は何でもかんでも思い通りにしようとする人間ですよ。そんな奴のことずっと思ってられるんですか。三上君、私の気持ちまで否定しないでくれる。いいよ、証明してみせる。私の気持ち。いずめでいいですか。外したらそこで負けですけど。俺が勝ったらもう二度と俺に関わらないでください。ちゃんと見ててください。俺がどれだけ先輩のことを思ってるのか分からせてやる。
俺だって本気なんだ。いいんですよ、無理しなくて。私はずっと三上君のものだよ。お見事でした。三上君、もっと私のこと好きになって。まだまだ足りない、もっとだよ。わかりました。